起爆粘土を自分の口で食ってるってことは取っておきだ。次で殺す。トビ、逃げてろ。うわ、やべえ、シーフォーカルラだ。イタチを殺すためのとっておきの術だったんだから、こいつの爆弾なのか。だとしたらでかい。これが爆発するとなると、いきなり逃げんのかよ。おい、逃げ切れると思ってんのか、この C4 カルラから。いや、違う。これはオイラの勝ちだ。芸術は爆発なのだ。召喚。これぞ最高傑作だ。よっ。超小型ナノサイズ爆弾 C4 カルラ。巨大ゲーダラを破裂させ、その爆風により目には見えない小型爆弾を大気中に散布。それを吸い込んだ生物は体内のあらゆる箇所に爆弾をセットされる仕組み。いくつもの小さな爆発は細胞レベルで体内から生物を破壊していく。恐ろしい術だ。イタチに礼を言わなきゃな。勝った、勝ったぞ、オイラの芸術が。チャクラを使い切ったようだな。動きが遅いぜ。その目、目には見えぬ爆弾だが、俺のシャリンガンはチャクラを色で見分ける。チャクラが練り込まれた小さな爆弾、俺には煙の塊のようにはっきりと見えていたのさ。お前の対空している場所はその小型爆弾が及ばない高さにあることも分かった。それに爆弾が見えていれば逃げるのはたやすい。お前が C4 で死んだように見えたのは、俺の幻術だ。やっぱりそうだったか。急所は外してある。イタチの居場所を教えろ。だからイタチに礼を言わなきゃって言ったんだ。粘土分身か。お前の現実は前もって読んでたぜ。イタチと一緒だ。
二度と同じ手は食わねえぜ。うん、そうだ、イタチとやったあの日から。オイラをアートをなめんじゃねえぞ。俺の忍術は何よりも崇高な芸術だ。うん、アートを感じろ。生きがってた割にはその程度がよ。終わりだ。うん、よく自分の姿を見た方がいい。何、危なかったですね。もう少しで自爆するところでしたよ。やっぱり早死にするタイプだなこいつは。現実か、いつの間に。初めからですよ。イタチさんのシャリンガンを見たとき、すでにあなたは現実の中。芸術だ。オイラが他人の能力に見入っちまうなんて。あれが芸術だと。いや、認めねえ。認めねえぞ。俺の左目は対シャリンガン用として鍛えてたのさ。現実を解く訓練を怠るわけねえだろ。これで本当の最後だ。直接 C4 を食らえ。うん、こそチャクラが足りねえようだな。振りほどく力も残ってねえか。ああ、やっぱりか。その中はさっきと同じ目には見えねえ C4 爆弾だで。うん、傷が痛え。